ペッパーにアンドロイドのプラットフォームを加えます。どういうことかと申しますと、アンドロイドの開発、まあ S D K ですねで開発ツールでペッパーをのアプリケーションを直接作ることができるということになります。おはようございます。もう今まで線路の上を走っていたペッパー、Pepper、が、もう突然羽が生えて空へ飛び立つぐらいの 大変大きな進化だと私は思っていますし、後ほど振り返ったときには、あこれがあったんで、もう爆発的にペッパーって面白くなったねというふうに皆さんに言ってもらえることが、今回の発表であるというふうに思ってます、それがパワ、えード・バイ・アンドロイドになるということでございます。